どうも、コシーでーす。ご覧ください。雪です。埼玉県でこんなに雪降ったのいつ以来ですかね。なんかすごい久しぶりな感じがします。今日は、大の大人が雪の上でがっつりとヒャッハーするところをお届けしたいと思います。それでは、行きましょう。やばい、楽しい。はい、バイクの方も改めて紹介させていただきます。キャノンデールのクジョ、クジョ3だったかなっていうマウンテンバイクですね。タイヤのサイズというか、あの規格が 27.5 プラスというサイズで、まあ外形的には2ナイナーと同じぐらいらしいです。でタイヤの幅が3インチ幅、ファットバイクが4インチ幅なので、まあ、セミファットバイクっていうくくりになります。まあ、中途半端っちゃ中途半端かもしれないんですけども、まあ遊ぶにはこれぐらいがちょうどいいのかもしれないですね。まあ、とにかく久しぶりの雪道ですけども、やっぱりね、まあ、せっかくこういう自転車持ってるんでね、楽しまないともったいないですよね。かなり面白いです。じゃあ今度は林の中を走ってみましょうかね。おお、林の中もやっぱりなかなか雰囲気がいいですね。ふかふかの雪、他の人は誰も入ってないんで、ね、ふかふかの雪で結構走りやすいですね。この辺はなぜか。楽しいですよこれ。おお、ブレーキ鳴いてる、ブレーキ鳴いてる。ああ、いいですねこれ。楽しいですよやっぱり雪の上は。ここも道だよね。あ、そうだよ、道だよね。さっきよりなんか道っぽくないですけども、普段ここちゃんと歩けるようになってます。これでね、雪が上からバサバサって降ってくるとまた雰囲気あるんですけどね。林の中はこれでもう行ける感じかな。はい、これで終了です。はい、今日はこれで終わりになります。おっさんがただただ雪の上で遊んでるだけの動画でした。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまた。